こんにちは。野口康太です。今回は学校の音楽行事でピアノ伴奏をする際の注意点についてお話ししたいと思います。僕はですね、小学校の非常勤講師として8年間勤務していたんですが、そのうち6年間は通常学級を受け持っていました。ですので、音楽会などの伴奏というのも指導をしていたわけですね。ということで、今回は伴奏の注意点についてですが、これは何かというと、 本番というのはあなたが想像すすするる以上に緊張とととといいうううここを覚悟しましまょうということですあのですね本番っていうのはあなたがたった一人の空間で個人的な練習をしている時とかあとはクラスメートと教室あるいは音楽室で練習している時。 とは、比べ物にならないくらい、もう想像を絶するほどの緊張をするんだということを、もう心構えとして持っておきましょう。体育館の中にたくさんのお客さんがあなたの演奏を聴きに来ている。ね。このことをイメージしてみてください。えっと、そうしないとですね、自分が想定していなかったような緊張状態になった時に、 もう想像もつかなかったようなミスということが起こり始めるんですね。今までやったことのないようなミスです。そうすると、今起こしてしまった一つ目のミスに動揺して、また二つ目、三つ目、 というふうに取り返しのつかないようなミスを起こし始めますで、挙句の果てにはもうどうしようもなくなってしまって演奏が止まるということが実は頻発するんですねですからそもそももう自分が想像がつかないような緊張に陥るんだっていうそういった覚悟から 日々の練習に取り組んでください。じゃあ、ここから先は具体的にどんな準備をしておけばいいかということを3点お話ししたいと思います。1つ目。まずは8割型楽譜を見なくても演奏できるようにしておきましょう。つまりアンプです。これは本番でアンプをしなさいと言っていることではありません。 自分一人でリラックス状態で弾いてる環境、この時に8割ぐらいこの楽譜を見ないでも弾けているという状態になっていれば、いざ本番で頭が真っ白になってしまったっていう時でも、体、つまり手だけは勝手に動いてくれたりします。 これはなぜかというと、それぐらいもう引き込んでいる状態だからということです。ですから、楽譜があるからといって安心しない、甘えないで、この楽譜を8割覚えるんだというつもりで日々の練習をしてみてください。さあ、二つ目。二つ目はですね、左手だけの練習もたくさんしておきましょうということです。 あの、まあそうは言っても本番で緊張してダメだもう引き,き切れないってなった時に左手だけでもつなげておくと伴奏としての定裁はなんとかキープできるんです。なぜかというと左手というのはベース音、あの、 支えになる音だからなんですね。ですので、この支えになる音だけでも続いていると、合唱だったら歌っている人たち、合唱だったらこの伴奏の上に乗っかっているメロディーを演奏している人たち、その人たちの助けになりますし、音楽が止まったっていう印象が薄れます。ですから、左手だけの練習っていうのをしっかりしておきましょう。さあ、三つ目。これは、 曲の途中から弾き始める練習をしておいてください。これはいざ本当にもう仕方がない、止まってしまったっていうことになった時にその次のところから戻ってくるような 戻ってこれるようにするための練習なんですね。このことは最初から最後まで投し練習ばっかりやっているとなかなかできないんです。なぜかというとこの流れで体が覚えてしまっているからです。それではダメです。ね、例えば曲をこの部分ごとに1番、2番、3番というふうに番号で分けておいて、えー、と例えば5番から弾き始める。 とか、3番から弾くとかっていうふうに、わざといろんな場所から弾,け弾く練習をしておく。これはとても効果的です。ということで、今回は伴奏の注意点、それから対策についてお話をしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。